どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリ、インボーク、駆逐、上白リーゼを駆逐せよの A に挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこちらです。ですね、最近ムカデをかなり対応してまして、コメント欄でね、ムカデうるせえわらわらみたいな、そんなコメントが多いんで、まあ、たまにはね、ムカデ使わずに、やっていこうかなと思います。で、今回使うのは真ん中に置いてこのあれ暴走排水ですね。フェスゲンの暴走排水を軸に戦っていきたいと思います。こいつ武器耐久値を下げるスキルを持ってないんで、まあ排水、その暴走排水の後ろにメンター排水を置いて、などかね、やっていきたいと思います。バフをかけるんですね、メンターの方の配送攻撃力バフと、武器耐久値をマイナス3だったかな、してくれるスキルだったと思います。はい、そうですね、味方勢の攻撃を 1.75 倍で、単体へ 1.2 倍の、連続攻撃ね。で、右左は、右がサイコ、左が、スキルレベル熟練度が 100% のエトですね。で、サイコの後ろにですね、この懐かしむ少女ひなみを置いて、もしサイコをやられても、まあ、回復要因のひなみはいるよっていう。ただ防御力は自分の防御力じゃないわ、ガード率を上げるだけで味方の防御力を上げないんで、まあ、そこら辺はちょっとサイコに劣るのかなと、思います。やっていきましょう。ハイセね、武器レベルを10にしたんですよ。クリティカル率が 30% ぐらいかな、アップしてかなり強いですね。アタッカーとしてはもう1級なんじゃないですかね。ボイスもね、すげえかっこいい。おらおらクソヤンキー、油断しない、まあ、ダメージもね、しっかり与えてみましょう。逃がさないよ。すげえかっこいいですよね、ボス配線のボイス。まあかなりね、顔が怖いっていうすごない、1万出てんだよ。他出たっけな、1万じゃ10万か、10万一発だったり10万出てんのか。他がどんだけ出てんだろうな。ムカデって一発のクリティカルどれぐらい出るんだろう。あいつ攻撃力が1600ぐらいあるさ、バケモンじゃん。いちいちバケモンじゃん、あいつ。で、最後のスキルを打ちます。働きます。で、防御力アップ。で、まあとりあえずこれでね、まあ、エトのスキルを痛めに打ちたいんだけど、まあ、どうしてもたまらないと。次ブレイクできるかな。ここで武器耐久値を、おお、排水下げないとやばそうやな。とりあえずダメージ与えて、これ結構ねギリギリな戦いになると思うんですよ。で、ここでやっとエトが打てる。オッケー、アタックダウンはでかいね。スキル打ってしっかりと敵の体力を削っていく、まあ、もうちょっとでリーゼがね駆逐できるんで。スキル使って、あれだもんね、エトの一発のクリティカルが今8600とかだもんね。あとあれね、カグネのさ出方もなんて言うんだろう、カネキのカグネってさ、この普通のね、普通のリゼのカネキってこう前にこう出てるじゃん、なんて言うんだろうな、これが後ろにこう、後ろにこう流れてるっていう。言いたいこと分かるかな説明クソ下手な。おっと、危ない危ないよ。とりあえずハイセ打って、いやー、これいけるかな、これブレイクできないかもしれないな。マジでブレイクできなかったら、あー、できないっぽいなこれ。まあ相手一応攻撃力下げて麻痺もしてるし、どうにか、まあエト死んじゃうかな。全攻撃が来たらエト死んじゃうの、エト下げてもよかったんだけど。で、アモンさん相手麻痺ったな今。一応防御力上げて働きます。いいね、こういうギリギリの戦いなかなか面白い。ブレイクしていく。サイコは全然健在だな。
回復するか。体勢を回復させて、ここのシフトはね残しておこうか。多分次ね一発攻撃したアモンさんがスキル溜まって、スキル使って溜まるかな。5発でアモンのスキルって溜まったっけ。確か溜まっ、微妙なとこ。危ないよ。デブギ耐久値は回復する。でこうあと1ターンだね。あと1ターンしのげばいいんだけど、敵のあれがね1個増えたんだよね、武器の耐久値が。だからなかなか厳しいと思うんだが、だからこれハイセをもう一回打てるから、シフト前回のターン我慢した分、ハイセのスキルがねもう一回打てるんですね。あー無理だったか。これやって暴走ハイセ出して、暴走ハイセのスキル、あ打てないのか、微妙い。オッケー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 、ギリギリ打てていく。終わりだ。さあでブレイクする。でアモンでしっかり削っていく。フェスゲンアモンさんマジで強いですよね。オッケーいいね。回数回数じゃないわ、最後で回復して、もう最後の準備も万端。まあ、相手がね麻痺してないのがちょっと怖いけど、さあまあアモンさんはね全然耐えてくれると思う。このアモンとかさ、アリマも確か武器耐久値多かったと思うけど、武器耐久値を削れるような戦いはあるんだろう。こいつらがブレイクするような戦いはこの先あるんだろうか。あーやべ、ひなみの見せ場がひなみの見せ場がはい、ということで、今回かなり削れたんじゃないかなと思います。みんな1回でどれぐらい削るんだろう。結構ね駆逐のなんて言うんだろう、ソウルを消費しないやつあるじゃん。30分か15分ぐらい、あれだと攻撃してるとね時間の無駄なんですよ。なんでターンエンドして回数回す方がどうなんだろう、効率がいいのかなって思うんだけど、一回一回攻撃した方がいいんじゃないかな。どうなんだろう、みんなどうしてますかね。これみんな一回でどれぐらいダメージ与えるのか、よかったらコメント欄で教えてください。はい、ということで今回はリゼの駆逐 A でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。